はい、酒井養魚場さんの昭和、サイズが20センチです。はい、お願いします。はい、素晴らしい三段模様の昭和ですね。もう理想の模様だと言えます。この頭の入り、そして2番目の模様、3段目のところも切れております。理想的な三段模様ですね。墨もですね、元黒があり、顔も8割しそうな感じをしております。オスメス不明ですが、僕はメスの確率も高いと思っております。はい、正面ですね、非常に綺麗な頭の入りです。はい、はい、サイドです。こちらは2歳用、明け3歳なんですかね。そうですね、はい、満2年ってことですね、はい、2歳と2年と1ヶ月ぐらいですかね、というような感じだと思います。はい、消化少し与えてみます。炭もこの肩口など将来出てきたらいいですね。鼻先も炭ありますので、上手にこの夏飼っていただいてですね、模様も抜群ですので、秋の品評会用としてもですね、今から仕込んでおいていただいてもいいかと思います。サイズも20センチなのでね。そうですね、22、3センチにして品評会なんかで遊んでいただいても嬉しいんじゃないでしょうか。サイドはお見せして、お腹はお見せしなかったのかな。横やっていって、横ですね、はい、横やってのお腹です。肛門がこれ膨らんでますので、まず僕 90% ぐらいの確率でメスかなと思います。メスなのでこの仕上がり的にもですね、まだ完全すぎて出てない、ちょっと奥手のような気がしますけども、じわじわ炭が出始めているので、今後楽しみな時期です。はい、酒井養魚場さんの昭和、サイズが20センチです。ぜひよろしくお願いいたします。